大西さん、太一です、太一、太一だ、太一が来た、太一が来た、札幌のなんとここで鈴木軍がやってきた、大地がやってきた、これはもう、そして今ゴールが上がりましたか、お兄さんノーコンテストです、勝敗なし、ノーコンテストです。あ、そうですか、鈴木軍が全員蹴散らしてますね、ロスインのだろうがケイオスだろうが、本体関係なく、いやこれミラノさん、実は昨日の試合終わった後、内藤が俺のその札幌での対戦相手はどこに行ったんだというふうなことを大地に対して言ってたんですよね。最初の方はいたけどいなくなっちゃったなみたいな、そして大地がブラックメビストか、ブラックメビスト、彼の中でも最高の必殺技ですね。そしてこの寝るポーズ、ちょっと誰かを意識しているように見えますね。ブッシュのマスクに手をかけてますか、手をかけてますね、マスクが脱げてしまった、マスクが取られてしまいました、うるせえのね、あれマスクが叫びたしですよ、悪い悪い、今日から開幕だと思ってよ、間違って来ちゃった、開幕だと思ってたらね、試合であれ、内藤また同じやり方でやられたの、お前学習しねえな、ま、所詮お前はよ、俺の前ではそれまでの男だよ、おいお前らよ、日本一マナーの悪いクソハポンファンどもよ、おいバカのも聞けよ、俺お前らも気づけよ、所詮こいつは大したことね、口ばっかりの中身スカスカ男だってよ、気づけよ、うるせえうるせえおら、うるせえおやろ、てめえら張り倒すぞやろ、おい内藤、冬の札幌は何かが起こるってな、楽しみにしてるぜ、じゃあな、アディオス、いやー、大地がこれは内藤に対して兵隊仕打ちを加えていった、またしてもということになるんでしょうか、倒れる内藤の目を無理やり見開いて、さらにいったオンチのベルトを投げ捨てる、なんでしょうね、一気にこうボス感出てますね、悪い悪い悪い、間違ったな、フィニッシュ間違った、あいつによ、いつもよ、そのまま何もしないでやんだったらそれでいいよってよ、言われてよ、いつもあいつ同じことしか言わねえじゃん、静かに静かに暮らすならそれでいいよって、アクション起こさないんだったらいいよって、だけどよ、そんな言葉にいちいち反応してたらよ、俺も忙しいんでね、毎日毎日、ね、やることあんだよ、いっぱい、朝から晩まで、ああでも今日はたまたま間違っただけ、間違って来ちゃっただけだから悪いな、間違った、俺も間違った、今日からだ、暇だったからよ、ちょうどよかった、毎日何もしてなかったけど、急に呼ばれたから何か、おい、高木と武士、おい、その前に、おい、六本木二人呼ぼそ、え、お前邪魔なんだよ、え、てめえら負けたんだからよ、さっさと、え、家でも帰ってきた、お前らは、お前らって何、先に六本木行くぞ、お前らよ、挑戦者でしかなかった、それでお前らが負けた、挑戦者が挑戦者に負けた、そんなものはよ、ナンバーワン固定魂しかなんでくれたの、それでなんで俺たちがわざわざベルト取らなきゃいけねえんだ、おい、これはよ、俺たちのもんだ、それで何か、俺たちに勝てねえのに、お前、俺たちチャンピオンですっていうか、おお、素晴らしいな、チャンピオンの器だぜ、俺はな、持っていけ、持っていけ、前言ってたな、武士、お前たちが持ってたってな、ファイタルフジーキータックのチャンピオンだよ、おめえらが
上げてねえだろ、この野郎。ああ名前言えじゃねえぞ、俺。何回俺たち合流しろと思ってんだ。なんどれだけの間俺たちが持ってたと思ってんだ。ああお前ら誰に勝ってチャンピオン出してんだ。間違いない、俺は俺たちのもんだ。冬の札幌はさ、さっき言ったろ、なんか起きんだろ。起きるか起こさねえかは全部俺次第かもしんねえな、もはや俺とこの二人次第。どうなってもしれないぞ、何かが起きるか。札幌の前でおい、仙台潰してやるよ。それもいいな、ほら。7年、札幌まで行けないってよ。あんまり調子に乗るなよ、お前、上から目線じゃ。もう1年前とは違うんだ、あの人は。まあ、お前がこうなった今、きっかけなったかもしれないけど、だから堂々と胸貸してくださいよ。おい、レスペラード、てめえやってくれたな、また。ああ覚えてる、お前が当たる戦だ。一体一冊だ、てめえ。今度は俺がお前のマスク履いてやる。極寒の大地が燃え上がる新たな激闘伝説、新日本プロレス雪の札幌2連戦 THE NEW BEGINNING IN 札幌 2.2、2.3 北海北エール。